久しぶり。久しぶり。元気してた？もうリスナーこの人のこと知らない人多いんじゃない？もうこの人知ってる？ないよ。私とカナエくんの仲じゃない。やめてやめて。知らない人いっぱいいるから。知らない人いっぱいいるって。やめてやめて。そんなわけないでしょ。ポケユナの人やめて。ちょっとジム適性やっぱね見ますよまずは。いやマジで。面接ですよ。今日やったけど、えぐいねこのゲーム。ほんとね、面接ですよ。最強のメンバーの一人です。あ、そうです。そう、あのね、一人目は言っていいって話になって。あ、まあ、そうなんだ。なんか結局感づかれるから言っちゃった方が早いだろうみたいな。変に感づかれるなら。あ、なるほどなるほど。なんか1日15時間練習するんで。ほんとに頼みますよ。ちなみに最後の人がいっちゃうまい。名前は言わないけど、このチームだと。ああ、そうそうそう、最後の人がいっちゃうまい。おい、電話かかってきたって。ボドカさんがかかってきたんだよな、電話。知ってる？ボドカさん知ってるよね。知ってる。ああ、よかったよかった。存じております。一回話してほしいわ。なんで？ボドカさん、多分びっくりするから。びっくりさせて泣いちゃう多分もどかさん。もう俺もう何も信じられんってっていう絶対。最近どうなん？ゆうくんは元気してる？なあ、もう超元気よ。あ、いやでも最近どうだろう、もうなんか活躍の場がなくて。あの子泣いてるかも。ゆうくん活躍の場な。活躍の場多分本当に多分1日で出してる比率で言ったら多分、1はいない。ああ、もう全然いないの。ちょ、一戦ゆうくん変わってよ。いいよ、一戦だけ。いいよ、ちょっとゆうくん変わって。最初に話したんゆうくんと。あ、かなかな、久しぶり。ゆうくんじゃ、久しぶり。ゆうくん、めっちゃ久しぶりやん。やば、マジか。えぐいよ。久しぶりに聞くとマジですごいな。いや本当に最近出して出しすぎて、わけは自分の声がどこ何か分かんないんだよね。もうしかもなかなか落ちたし。いや本当にその1日でやってるのがさ、基本そのボイチャつけてゲームするか、VR チャットやってるんだけど、どっちでも出してないからもうないのよね。その何やることが VR チャットはもう何、女として生きてるってこと？あ、そう、VR チャットでちょっと可愛い女の子として生きてるので。ちょっとあのいや、それがね、やっぱモテるんですよ。あ、やっぱモテるもんなんだ。えぐいぐらいモテる、マジで。えぐいのよ、モテ方が。はいはいはい。そうそう、あんまいないじゃん、やっぱ。まあ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 、まあ、可愛い子が。ゆうくんとはなんか何回か会ったことあるからね。しかももうそうだね、なんかご飯も行ったし、そうご飯行ったし、ゲーセンも行ったし、寿司も食ったし、行ったね、寿司も食った、カラオケも行ったし、なんだかんだ懐かしい、なんだかんだね。もう引っ越したから言うけど、家近かったんだよな、結構バカ近かったね。結構近くてね、ちょっと頑張れば行けたんだよな。そう、ちょっと頑張ればいけた。そう、ちょっと頑張ればいけた。うん。後ろいる。ライフは右だ。うわぁ、死んだ。半分。半分フェアリスになってる。避けれないのよ。ゆうくんの時間終わっちゃった。じゃあね、ゆうくん。またね。しかも、エイペックスまで落とされた。もう、帰れってことや、これ。帰ります。はい、さよなら。でも、出し方わからんわ。な、どう、喋り方わからん。なんか一部、ところどころ、ゲー見えてたからね。おかしくなっちゃって、VR チャットのせいで女の子になっちゃった。ダメだ。無理だ。どこだ、人はどこだ。食べてやり。誰それ。うん。食べてやり。自分なんだ。あ、もしかして VR チャット？いや。VR チャットで食べてやるって言ってんの？うるさいな。もしかして。口癖出たもしかして。ああ、口癖出ちゃったんだ。口癖出ちゃった。地獄みたいな口癖だって、それ。どっちかというと、私食べられる派なんで。いや、いらない、いらない、いらない。いらなかった。いらない、いらない、いらない。できれば、なんなら聞きたくないまである、ね。